たぬきちチャンネルです。ということで今日もふんどしでシャワーを浴びていきたいと思います。はい、よいしょ。今日もね、朝稽古疲れちゃったんで、ぜひまだ朝稽古の動画を見てないって方はね、見ていただければなと思います。結構ちゃんとね、四国から、相撲の四国から剣道の素振りまでやっておりますのでね、ぜひ見ていただければなと思います。そして種吉のふんどしはかなりね、丈夫にできてて厚手なので、結構ね、水に濡れてもつけないんですよ。なので水術とかね、海とか川とかでふんどし締めていただく場合にも使っていただけますし、お祭りなんかでも、ね、いいと思いますので、ぜひ締めてみてください。まあ、全然透けないですよね。しっかりとした生地、分厚いので大丈夫なんですよ。よし、これから朝稽古に行ってきます。あ、しまった、あ、しまった、今日もうシャンプーがない。今日もいい一日に、ね、なりますように頑張ろう、ね、稽古に。今日はね、七夕ですからね、なんか七夕企画の動画も撮りたいな。あ、そうだ、七夕の参加者募集してます。企画のね、募集してますので、まだ若干席に余裕がございます。ぜひよろしくお願いいたします。それではたぬきちチャンネルでした。またねー。